おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は10月28日から11月3日までのファミ通調べ売上ランキングを確認していこう。今回も新作の予定は多いのよね。ホライゾンゼロドーンリマスタードにドラゴンエイジベイルの守護者。それにファーマギアなどとなるな。11月からはさらに新作ラッシュとなってどれほどランキングが動いているかね。今回も具体的な売り上げとともに関連情報も見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはいつも通りゲームハード売り上げから。任天堂スイッチから。まだ6万台超えの売り上げ、やっぱり勢いは衰えないわね。以前に確認したけど、スイッチソフトはスイッチ後継機種でも遊べるというアナウンスがあったし、オンラインプレイ利用権でもあり、サブスクサービスや特典もある任天堂オンラインも、スイッチ後継機種でも引き続きご利用いただけるようにします。とのことなので、大体のスイッチでの資産は引き継げるわね。一家に一台、から一人に一台、レベルの普及となっているので、この方針については早い段階で決まっていたかもな。次回以降のスイッチ本体の売り上げも注目だが、まあ、以前から予想している通り、大きな減少なく今年は推移すると思うな。お次は PS5。約1万4000台ぐらいだからちょい伸びているわね。PS5 Pro 発売直前の集計となるが、通常 PS5 の買い控えは起こっていないと？そこに関しては PS5 Pro の販売台数も見てみないとなんとも言えん。販売台数のベースが上がってきたのかどうなのかも含めて次回以降にこちらも注目だ。ユーザーが増えているなら歓迎ではあるけどね。さて、その PS5 Pro では別売りのディスクドライブが現在品薄。転売ヤーも動いているでしょうね。メインがダウンロード版になっている人も多いとはいえ、PS4 からのソフト資産なども考えるとディスクドライブが欲しい人も多いと思う。ディスクドライブについては順次出荷は行われるようで、野島オンラインではシークレット販売会としてエントリー受付。これは1ユーザー様の情報とはなるが、ヤマダ電機の担当者によるとディスクドライブは PS5 Pro 発売と同時にかなりの数生産が決まっているようだな。そこを発売前になんとかできればって思うけど、まあそこはよし。でも、それならそれでソニーや SIE が公式にアナウンスするべきなんじゃないの？品薄によるユーザーの不安感は転売ヤーが最も望む状況なわけで、公式がはっきりと十分な数を用意できますって言えばその不安は解消するのよ。なんで私のようなど素人でも考えられる施策ができてないのよ。物を生産して販売するメーカーにとって転売ヤーは邪魔な存在でしょうに。あくまでこれは邪推だけど、ソニー、SIE としてはデジタル化をより進めていきたいのかもな。仮にそれがマジなら姑息もいいところだけどね。PS5 Pro は家庭用ゲームハードとしてはかなりお高い価格になったことも要因にあるとはいえ、発売日に欲しいと思う人には基本的に問題なく届く状況ではあり、ここは評価ポイントでもあるんだけど、ディスクドライブの件はやっぱり文句も出る状況となったわね。昨年11月よりのスリム型の PS5 ではディスクドライブは使い回せるが、旧型持ちでの買い替えの方が多いとは思うんだ。まあ、確かにね。ディスクドライブは今後買いやすい状況にはなるはずなので、転売ヤーから高値で買うのは絶対におすすめいたしません。そして、次回以降の PS5 の売り上げも注目だな。ここに関してはまだ読めないわね。そして、Xbox シリーズ XS。デジタル版のシリーズ X が4桁売り上げに戻ったわね。このあたりは出荷のタイミングによって数字は動きそうな感じだな。さて、また決算大報告会で改めて掘り下げるけど、マイクロソフトのゲーム部門の収益は前年同期比で 61% の増加を記録し伸びている。ほうほう。アクブリ買収による純増効果とゲームパスが好調だったようだが、対して本体などのハードウェア収益は 29% 減となっている。なんかマイクロソフトの決算のたびにハードウェアは3割ほど落としているやないか。まあ、Xbox はクラウドゲーミングでデバイスを選ばない戦略を強く進めてはいるしな。シリーズ XS も選択肢として今後も残るだろうけど、広く普及する感じはさすがにないな。こっちもゲーム新時代となるかって感じだわ。そして、Xbox ではデスストランディングディレクターズカットが11月7日に配信となった。ちょっと今更感はあるけど、ついにデスストが Xbox に、ってことね。
2024年11月8日をもって発売5周年を迎え、1900万人を超えるポータープレイヤーと繋がることができました。とのことだ。もう5年も経っていたか。リリースに際して 50% オフセールとなっているので Xbox ユーザー歴になる人は要チェックだな。デススト2はリードプラットフォームは PS5 で発売は2025年となる予定だが、今のゲーム業界の流れ見るに、マルチ展開は結構早い段階であるかもしれんな。これも時代の流れではあるわな。さて、それでハソフト売上ランキングといこう。10位、9位はマイクラと集まれ動物の森と定番の並びとなっている。毎度売上が安定している良作。毎度のことになってきているのでたまには話題を変えよう。マイクラは2025年に実写映画化が公開となるんだが、マイクラを実写化ってのは以前に想像つかずに驚いたところね。9月と結構前のお話となるが、初映像とビジュアルは披露されている。ああ、他のゲーム情報でバタバタしていてチェックしてなかったわ。謎のポータルからマインクラフトの世界に突然来てしまった4人の人間と、水色シャツを着たヒゲモジャの男がマイクラの初期デフォルトスキンのスティーブだ。異世界迷い込み系か。なんとなく想像はしやすくなったな。ちなみにスティーブを演じるのは、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーでクッパの声を演じたジャック・ブラック氏。劇場では日本語吹き替え版見たけど、後にブルーレイで英語版も見てクッパの演技は良かった。マイクラも世界中に無数にファンがいるからな。この実写映画もかなりの盛り上がりとなろう。これも劇場で見て、小ネタの多くはブルーレイで確認したいやつやな。そして、8位にファーマギアのスイッチ版が登場。ここでマーベラスの新作が登場か。残念ながら PS5 版はランキング圏外となっているな。スイッチ版も消化率見るに控えめに言って大爆死だよな。マーベラスが得意とする農業、牧場要素をモンスターで行う。刺激するモンスターを農場で収穫して、牧場で育てて、そのモンスターと共にボスの待つダンジョンに挑むって流れね。なんかモンスターゾロゾロ引き連れて、命令で一斉に動くのはピクミンチックだな。多少意識はしているかもだな。見た目のわちゃわちゃ感と真島ヒロ先生のキャラデザもあって雰囲気は良さそうだけどな。ただ評価は今のところ芳しくないな。キャラデザは評価されているが、肝心のゲーム部分の薄さや単調さは指摘されている。当然好みもあろうけど、フルプライスで購入するとちょっと不満も大きいかもだ。新品も中古も値崩れはしそうな感じね。発売日に買った人には申し訳ないが、気になる人ももうちょい評価の出揃い、ソフト価格の推移は見てからの方がいいかもだ。以前にマーベラスの決算報告は利益大幅に落としていたからね。結構深刻な状況かもしれん。7位はロマンシングサガ2リベンジオブザセブンの PS5 版。19位に PS4 版となっており、さらに上位にスイッチ版がいるな。前回も言ったけど料理メイクだと思うから多くの人にプレイしてほしいわね。体験版もあるので、こちらはマストレベルでおすすめしたいな。体験版に関しては食い気味に、はいはい、と答えましょう。6位はゼルダの伝説知恵の借り物。新作が多い週でも上位。知恵借りは定番タイトル入りと言っていいわね。遊び方は無数にあってジャンル的にそう簡単に腐らないので今年は存在感あるだろうな。5位はプロ野球スピリッツ2024-2025。先週にコメントであったけど、プロスピ20周年記念作品として、かなりのクオリティで仕上げた作品と考えるとそこまで売り上げ振るわない感じはあるわね。ジャンル上、需要がほぼ日本国内のみだからな。ゆえに PS5、Steam のみというプラットフォーム展開はちょい厳しいのかもしれん。と言ってもプロスピブランドはソシャゲのプロスピエースがしっかりと支えている。プロ野球スピリッツ2024-2025はフラグシップタイトル的位置取りで今後もアプデ展開は続くだろう。押村区配1ヶ月の発売延期もあって、発売したと思ったら、プロ野球シーズンが終わってしまったことね。まあ、そこはしゃあないが本作はパワプロ同様に2025年シリーズもカバーする作品。来年のリアルのプロ野球と共に盛り上がっていくのを期待したいな。そして、4位はマリカ8デラックス。先日の任天堂決算でも分かったけど、マジで延々と売れ続けるな。中古相場も状態良ければ普通に5000円台だ。だったら新品買うわって気持ちはよくわかる。今回はそれほど派手な売り上げではないが、またホリデーシーズンで売り上げ伸ばしそうだな。
さて、上位の前に下位も見ておこう。12位にドラゴンエイジベイルの守護者が登場。ドラゴンエイジというと伝統ある人気 RPG シリーズで久々の新作だったのよね。10年ぶりの新作で往年のシリーズファンからは注目度が高かった作品だ。この新作20年ほどの長い期間がかかった理由の一つに、当初はマルチプレイをメインとしたライブサービス型ゲームとしてシリーズをリブートするものだったようだが、2019年に発売されたアンセムが振るわず、シングルプレイに注力したタイトルが望まれる状況であったこともあり、シングルプレイ向けゲーム編の再リブートを決断したようだな。そもそも買い切りのオンライン専用タイトルで大成功した作品なんかあるんか？それが功を奏し、Steam の同時接続プレイヤー数は現時点で9万人に迫る好調ぶりだ。なんかシリーズあんまり知らない私からだと DEI 配慮がすごいって風評も流れてくるけど、実際シリーズのことあんまり知らないと結構きつめに感じる表現あるかもな。故にメタスコアのユーザースコアは低いんだけど、シリーズファンの中では日本ユーザーでももともと DEI 重視の風潮が広まる前からこういうシリーズだったよ、って声もある。なので本作の低評価は一定数は低評価爆撃の可能性もないではない。まあ、この問題は肯定するにしろ否定するにしろ過激にはなっているからね。日本だとシリーズファンが少ないこともあり、特定の表現にとっさの嫌悪感がより強くなるかもだな。まあ、本作の表現が素晴らしいなどと私は言うつもりは毛頭ないし。シリーズファンの皆様が納得して、作品自体が盛り上がるのは大いに結構。ただ、そのドラゴンエイジの商用的成功をもって、他のシリーズ作でも今の DEI 重視の声をでかくするなら黙っちゃいない。うちはうち、よそはよそで、認め合うのが多様性のはずです。まあ、人気 RPG シリーズとなるので今後の動向も気にはしておきたいな。そして、13位はクロックタワー、リワインドのスイッチ版。本作は、1995年にヒューマンがスーパーファミコン向けに発売したサバイバルホラーのリバイバル作品だ。普通に懐かしいな。14歳の少女、ジェニファーをクリック指示しながら、恐るべきシザーマンから逃げながら、屋敷からの脱出を目指す。ジェニファーを直接操作するわけではないので、ピンチの時の歯がゆさは恐怖もかきたてるけど。そこも名作たるゆえんだな。アニメのオープニング映像や新テーマ曲、カットシーン、映像ギャラリーなどの新要素が追加されている。サンソフトがカプコンと共同で、現行機での復活を実現させた。いいねー。こういう名作の復活は企業の垣根を越えて協力してほしい。ダウンロード版の方がお安いが、まずはこういう復刻作は往年のファンに見つけてもらうって点でも、パッケージ版には大きな意味がある。まあねー。アンテナ張ってない往年のゲーマーだとウィザードリーのリメイクとかもあるしねー。霊夢が言う通り、こういう過去の名作はどんどん復活してほしいな。ヒューマンの作品だと、セプテントリオン、も復活しないかなー。スーファミはマジで名作も多いから今後の展開も気になるところだな。22位にライフイズストレンジダブルエクスポージャー。人気のアドベンチャーシリーズの新作なのにこれも売り上げ振るわないわね。1作目の主人公マックスとしてプレイヤーは突然手に入れた平行世界に移動する不思議な力を使って、親友が関わる事件の真相に迫っていく。まあ、海外スタジオの作品であることもあり、日本ではまだ振るわん感じだし。販売するスクエニとしても、日本では他作品の反則に注力はしている感じだ。そこはしゃあないっちゃあしゃあないか。私も他作品のプレイが忙しかったから様子見したので、セール待ちかなーって感じではある。まあ、ネタバレを受けなければ旬がある作品というわけでもないし、スイッチ版の発売も後日予定はされているので、自身のプレイ環境に合わせて検討してほしいな。27位は5等分の花嫁ごとパズストーリーセカンドが登場。これってどんな作品なの？ゴトパズの愛称でおなじみのパズルゲームアプリ5等分の花嫁5つ5ちゃんはパズルを5等分できないを移植したゲームだ。パズル部分を省略することでパズルの苦手な人でも手軽に5つごとの物語をアドベンチャーゲームとして楽しめる。まだ配信中の基本プレイ無料アプリのタイトルのコンソール版か。買い切り作品なのでソフト価格以上の追加費用はいらない。この手の売り方も人気 IP ならできなくはない手法かもな。本作にしたってタイトル通り第2弾だからな。あんまり数出すとアプリの収益にも影響しそうだけどな。さて、それで波上位に戻ろう。3位はコールオブデューティーブラックオプス6。
21位に PS4 版となるな。コールオブデューティー新作が存在感示したわね。11月5日に最新アップデートをリリースし、各武器の様々なバランス調整が実施されており、11月14日配信予定のシーズン01の準備というところだろう。マルチプレイは過去作でもトップクラスとの評価を得ているようね。コールオブデューティー新作は本作に限らずここから息の長いコンテンツになるからな。今後の盛り上がりも注目しておこう。そして、2位はロマンシングサガ2リベンジオブザセブンのスイッチ版。いいねー。前回にダウンロード版も確認したけど、パッケージ版もしっかり売れている。PS 版含めて消化率見るに、初週からかなり消化されていたので、出荷分はしっかり売れているって感じだな。口コミ効果もあると思うわ。イッターなんだけど、スクエニ作品としては久しぶりの傾向ですよ。具体例は出さんけど、売り逃げダイナミックな作品も結構あったからね。このままじわ売れ続くなら理想的な流れかもな。これはサガシリーズファンの私としては大歓迎。新規でこの作品を楽しんでいる皆様でオリジナルを知らない人は、セールタイミングなどに原点となるリマスター版もおすすめします。決して親切な作りじゃないし、難易度も半端ないですが、リベンジオブザセブンで可視化された部分も意識しながらプレイすれば、オリジナルの奥の深さも楽しめると思います。3D 表現もいいが、ドット絵にも趣はあるからな。そして、今回の1位は、スーパーマリオパーティジャンボリーとなった。3週連続1位おめでとうございます。今回も多くの新作が発売されていたが、やはり王者の風格だな。次期皇帝はマリオを指名したいんだけど、あの配管工はそういう立場には立たねえよ。まあ、冗談はともかく。まあまあ私は本気だったけどな。マリパのブランド力は前回確認した通りだ。徐々に売り上げは落ちるだろうけど、年内パッケージだけでハーフミリオンはほぼほぼ確定だろうな。多分、12月には改めて売り上げ伸びるだろうしな。さて、今回は新作よりも前回以前に登場した作品が強さを見せたが、来週も、注目の新作が多い。まずはマリオ&ルイージ RPG ブラザーシップね。久々のマリオ&ルイージ RPG 新作でマリオ作品でのバトン引き継ぎとなるだろう。そして、太鼓の達人ドンダフルフェスティバルの PS5 版も登場予定。太鼓の達人が PS5 版でどれほどの存在感を示すかね。お次は薬師。本作は初代、サイレントヒル、いや、サイレン、シリーズで知られる富山慶一郎氏の独立後の完全新作。こちらもどれほどの評価となるかね。カプコンからはデッドライジングデラックスリマスターも登場予定。ダウンロード版は先行して発売されているけど、両リマスターとして評価されているわね。そんなわけで次回もランキングは動きそうだし。そして、いよいよ PS5 Pro の売り上げも具体的に数字として出るだろう。次回も見どころだらけなのでどうぞよろしくお願いします。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。